はい、皆さんこんにちは、アキでございます。ユーロトラックシミュレーター2やっていきましょう。今回ね、連投になってるんですけども、連投にはちょっと実は理由があります。昨日、前回収録した時に収録後に私気づいたんですけども、このユーロトラックシミュレーターのバージョンが 1.35 なのかな、今ね。ちょっと前にね、バージョンアップがね入ってね、私何が変わったのかな、全然変わってないんじゃないのって言ってたんですけど、実は大きく変わっておりました。それをね、まあ皆さん分かってるかもしれないですけどね私だけ知らなかったも分かんないんですけど、実はね、ナビにね音声案内がつきました。これね、ちょっといきますよ。オーディオにね、これがあるんですよ。音声案内を言うことです。これがねなかったはずなんですよね。で、残念ながら日本語ありません。日本語ないので、まあ英語でね、あと速度警告もね、音声できるんで言ってくれるんで、ね、これで私も事故も速度オーバーも減っちゃいますよ、ということでやっていきたいと思います。ですからね、昨日ね散々ね、あの後っていうことでだいぶ仕事しちゃいましたよ。でやっていきましょう。で、私のやってから今ザルツブルクにいます。で、これ重い荷物だね、39トン。あ、これ軽いね、8トン。あ、ダメだわ。あ、でも単価めちゃくちゃいいんだね。ん、ちょっとこれ行こうこれ単価めちゃくちゃいいわこんな距離で2700ってありえないわ。でね、まあ昨日はね、もう本当に、あ、今なんか言ったでしょ、なんか言いましたね英語なんでよくわかりませんけど、もうちょっと使ってみましょうか。眠気は大丈夫だね。もうだいぶやり込みましたんでね、私。おおおおおおお、こっちだね。ごめんなさいね、酔っちゃったら。私ね、ちょっと今かなりターンレフトね、かなりね、実は今日は気持ちよかったんでね、お仕事は気持ちよくなかったんですけど、今日はねちょっとお酒入れてますよ。ターンライトね。で、これをね、実は日本語はないんですが、なんと有志の方が日本語をね用意してくれたんです。用意してくれてるんですよね。これを聞きましょうと。ジャパニーズナビゲーション、これ本当ないんですよ。標準ではないんですけど、私今モッド入れましたので、またモッド入れちゃったんだね。私これで痛い思いしたのにね、もうまたモッド入れるときにさらに私バックアップ取るの忘れてね、セーブ出たのですから、もう私はね、私はこれ持ってて何かあったらもうまた吹っ飛びます、データが。いや、てかリカバリーするときにまた吹っ飛ぶかもしれません。まあ今すぐリカバリーするときはさすがに痛い思いしてるんで、ちゃんとセーブデータをバックアップしますけどね、ローカルのねセーブデータちゃんとバックアップしますので。そう、じゃあ日本語どうなのと、これ私初めて聞きます、実はね。で、ちょっとね、実はエンジンブレーキをね変えたというかね、エンジンブレーキのオペレーションをちょっと追加しまして、今エンジンブレーキはね、普通 B ボタンで、あ、 B キーでしか入れれないんですけど、トグルでオンオフを切り替えれるようにしましたね。直進方向です。おお、もうこれで事故ることないわ。あ、ちょっと待って右にレーン移動が必要です。その先、右方向です。うわぁ、いいね、ほんとね。ハテナマーク、行きたかったな。右方向です。あ、見てなかった。もうね、これで事故ることないですよ、速度オーバーとね。と言いながらもね、私ね、かなり走り込んだと。あれ、これじゃないの？おや？適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。ちょっと待って、私今、トレーラー引いてないよね。単独なのになぜこの白いのがあるんだろう。まあいいや。あ、ここまで持ってこいなんだ。あ、わかったわかった。右方向です。危ない。もう止まるもん。躊躇もしなかったね、この車ね。困ったもんだな。でね、私今は3万6000です。直進方向です。お金が3万6000あります。たった3万6000しかありません。前回走り終わった時に3万ぐらいだったと思うんですよね。6000しか溜まってません。私走り込んだって言ってますよね。なぜか
ウキウキしすぎてもう事故しまくりましたもうほとんど仕事のお金がね飛んでいきました仕事で稼いだお金がねもうおおお危ないって言ってくれてたね、飛んでしまいましたね。本当ね、本当ね、お金稼げると思ってね、せっかくモチベーションも上がってお金も稼げて一石二鳥だと思ってたんですけど、蓋開けてみたら何回事故したかな、結構事故しましたね。もう 4,5 回以上荷物運んだんですけども、6000ぐらいしかもう売り上げないんでね、もう間違いなくあの吹っ飛びましたねいや本当ね、車に突っ込まれたのもありましたしね、自分で突っ込んでたのもありましたね、やっちゃいましたね。でね、あ、まあ帰りでいいか。実はこのナビゲーションはね、2通りあるんですよね。で、まあ、2通りというか、モッドが2つあったので、で、まあ、帰りに2つ目をね、聞いてみようかなと思うんですけども、まあ、ね、まあでもこの音声案内があるだけで全然違いますね。ただ、事故率までは変わらなかったんで、事故率変わらなかったというか、はしゃぎすぎて、モチベーション上がりすぎちゃってね、はしゃぎすぎて、事故りまくって、一つは全く赤字のね、事故もありましたね。距離短いのに、6000ぐらい取られちゃって、事故でね、12% ぐらいダメージ受けたかな。なんかそんなのもあってね。ですけど、まあ、今回こういうアップデートが入りましたということで、ちょっとね、私もね、もうどうせ入れちゃったんでね、モッド熱がまたこれで出るかもしれないね。ガンガンモッド入れていこうと思っております。もう、次回のような鉄は踏みたくないんでね、多分セーブデータちゃんと持ってたら、私大丈夫なんじゃないのかなと思ってるんですけどね。と、勝手に思っていますけど、それでやっていきたいと思いますね。私、電気、ライトつけてるよね。あ、つけてますね。でちなみにですね、エンジンブレーキの通るっていうのは今ちょっと入れたんですけども、ちょっとカチッって入れたと思うんですけどね。ブレーキを離すとエンジンブレーキがこうやってかかります。で、通るなんで、もう一回すると解除されます。ただ、これはオートクルーズには全然影響されませんので、オートクルーズでスピードが出すぎた時には効いてくれません。オートクルーズがアクセルを、離した行為には、割り込んでくれませんので、ですから自分がブレーキ入れて、自分がアクセルを離した、自分が、自らアクセルを離すような行為を起こした場合は、エンジンブレーキが効いてくれます。ただオートクルーズが勝手にアクセルを離す行動においては、効いてくれませんということですね。予定だとね、まもなく右方向です。予定だともう 5,6 万貯まってたはずなんですけどね、残念でしたね。右方向です。あとトレーラーのブレーキも追加しましたね。追加というか、これどうだったっけ、ハイビーム、あ、これだったね。いや、せっかくねボタンがちょっと2つほど多いマウスを買ったもんですから、使わなきゃ損だなと思ってちょっとこれ入れちゃいましたね。目的地周辺です。あー、これややこしいやつだ。対向車が来ることはないと思ってるんですけど、で確かぐる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 回らなきゃいけないんだよね。荷向けまではないと思うんですけどね、これね、ここでまあ寝れるんでね。おお、危ない。
確かね、もうこれでいいのかな。あ、見えたね。あれだね、左上に見えましたけど、これだね。ちょっと U ターンしていきましょう。いやーもうね、モッド入れちゃおう、うん、てかもうモッド入れてますんでね。実際の交通規制に従って走行してください。ナビっぽいですよね。でねでね、次のはね、ちょっとね、って言われるかもしれないですけど、これまあ聞いてもらいましょう。もう私迷ってんでね今ね。あ、しまった。ほら、トラック引っ張ってるよね。引っ張ってるね。あ、引っ張ってる引っ張ってる、よかったよかった。おら、引っ張ってんだけど、ん、ちょっと待って、引っ張ってるよね、引っ張ってるね。なんでナビが動いてくるんだろう。仕事が進行中ですって出てるのにね。まあいっか、とりあえず行っちゃおう。ナビしてくんないとわかんないね。あ、ついてるわナビ。一応踏み込んだ道についてますね。これね、両サイドが暗いんですよね。コーナリングランプってないもんね。トラックはコーナリングランプついてないのかな。てかヨーロッパの車にはついてないのかな。さあ、さっき親といったところに運ぶんですよね。といる？あ、違うね。デフロックはしなくていいかな。大抵ね、こういうとこだったらデフロック。もうすぐ左方向だよ。もうね、びっくりしちゃった。左方向だよ。もう。まであるんだと全然見えないや。あ、見えないということは来てないということだよね。まあ確かね、何年か前に結構ナビ、何でしたっけ、アナゴくんがナビとかしてるとかいうのは聞いたことあったんですけどもね。まあこんなナビあるのかなと。あ、間違えちゃった。これだとちょっと見えないね。IB の方がいいね。まあ、距離にしては66キロ、66キロで2000ユーロもらえる、2400ユーロでしたっけ、もらえるとなったら、これすごくいいですね。しかも重量8トンかなんかだったんで、8トンですよね。ザルツブルグドリラ8トンですよね。8トンなので、まあこういうのなんて言うんでしょうね、燃え系っていうんですか、これが。まあそういうのかどうか知んないですけど。ちょっとね、びっくりしちゃったね。まさかこんなのがあると思わなくて。とりあえずナビの日本語もって見ないでちゃえっていうことで、まあ言っても2つしかなかったんですけどね、私が調べた限りでは。っていうかね、こっちのそのちょっと かなりおちゃらけてる方のナビがワークショップのトップに来てたのかな。いつも言って何これって思って見たら 1.35 バージョン 1.35 からは音声案内ができるようになりましたということを見て、ということで、ただ久しぶりのモードだったんでかなり入れるの苦労しましたけどね。
ってか入れても全然どこ動かないや、全然ナビしてくんないやって、温泉案内してくんないやと思ってたんですけど、いろいろまさぐってたら、その何です、音声のコンフィグのね、コンフィグの音声のところに音声案内というのを見て、これだという感じで、もういやーでも本当ね、音声案内があるだけで全然違いますね。またしばらくユーロトラックシミュレーター2を、ですからもうこれパート200までいけるね、今140台だったらだったと思うんですけどね、まあ私がお気に入りに追加し忘れてるのかもしれないんで、それを入れるともっともっと本数あるかもしれないんですけどもね。ただユーロトラックシミュレーター2は枝番ちゃんと管理しないんで、入れ漏れっていうのは多分気づかないっていう感じなんでしょうけどね。まああとちょっとね、私言ってました、再生リスト、ひょっとするとね、便利なやり方があるかもしれないんで、それ試そうかなと思ってるんですけどもね。再生リストまとめるの実況してもいいかなって今思ったんですけど、なぜか私の使ってる録画ソフトですか、 WindyVR もそうですし、あと何でしたっけ、スピードが出すぎだよ、ね、ちゃんと教えてくれるんですよ、ちゃんと教えてくれるんでね、もう私もこれで罰金、いや罰金食らってたな、ナビされててもね食らってましたね。でまあそうそう、あと OBS スタジオ、あと WindyVR で、まあまあ今この2本使ってるんですけど、この2本ともブラウザは録画できないんですよね、なぜか。まあそういうようにわざわざ規制してるのかもしれないですけどね。はい、ありがとうございます。いやほんとナビがある、あ、音声案内があるとすごい楽。左方向だよ、気をつけて。はい、今回は連投しましたけど、まあこういう理由で連投いたしました。もうすぐだね、難しいアホだねこれね。あ、そうだそうだったね、そうだったね。ちょっと見にくいね、これ見にくいな、ちょっと待って、これマジで分かんないわ。あ、こうなってんだね。で、こう振って、あ、逆逆、あ、間違えちゃった。あ、上から見た方が全然しにくいね。で、こうだね。あ、いやいや違う違う違う、こうだね。でね、エンジンブレーキをね、あれしてると、エンジンブレーキをトグルで入れてると、どうもバックでもエンジンブレーキが効いてる気がしますね。よいしょ、こっちだね。あ、逆だった、ごめんなさい。あ、ほんと上から見るとわかんないや、昔は上からしまくってたんだけどね。お、どっちどっち、あらららら、そっちじゃない、そっちじゃない。え、これでいいんじゃないのかな。あ、よし、こっからはこうしちゃおう。当たったね。で、こうで、もうこっからはちょっと感覚だね、もう。え、当たってる？当たってね。ちょっと一度仕切り直しちゃおう。ちょっとロックしてね、視界を。あ、逆逆。こんな感じだと思うんですけど、いかがなもんでしょうか。あ、いやダメだね、まだ隠れてないから。あ、やっぱダメだ、当たっちゃった。こんなに暗かったかな。じゃあ入れちゃいましょう。逆だね、こっちだね。あ、逆逆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 だった、ごめんなさい。これ一度まっすぐしといて、
で、こっちだね。ああ、逆だ、逆逆。それ逆なんですよね。で、こう行って、また当たるかな？こんぐらい、こんぐらいでいいと思います。ああ、当たるかな？これ当たるな。多分、ああ、当たったね。難しいな。で、こうだね。ああ、それ逆なんだわ。また当たるね、これ。あ、これまた当たるわ。ダメだわ。あららららら。あららら。もう眠気も結構来てるんだよね。ちょっとやばいな。こんな感じかな。うん、今回当たってないね。で、こんな感じにすればいいんじゃないかと。もうちょっと、あ、ダメだわ。やっぱ上から見よう。ああ、こうなってたんだね。で、まっすぐに振り直して。ああ、違うね。違う。まっすぐに振り直して、インターキューしちゃうかなと。あ、いい感じ、いい感じ。こうだね、こうだね、こうだねと。これ両方挟まれてるからね、別のトレーラー同士にね。ああ、いい感じ、いい感じで戻し、あ、も、ん、戻しっていうでしょ。うん、で、コーンとコーンと当たっちゃったね。で、こんな感じかな。あ、これでいいね。これでいいわ、いいわ。よし。こういう感じかな。よしよし。よしよし。あ、よいよいよい。うん、よしよし。わらららららら。おし、来たね。はい、というわけでね、今回はね、その、ナビに音声案内が増えたということで、実装されたということで、伝統の方させていただきました。じゃあね、この辺でやっていきましょう。ゆるたくしのタツオワトです。どうもありがとうございました。